ではスタメンサブ見ていきます。ホームチーム名古屋グランパス、ゴールキーパーランゲラック、3バックは川面、今日は真ん中に吉田春樹が入りました。右に三國ケネディエブス、ダブルボランチは椎橋と稲垣、今日左には J1 初スタメンの小野、右に内田です。長井と森島のツーシャドウ、キャスパーユンカーが戻ってきました。サブのメンバーはご覧の通りです。アウェイチームは FC 東京、今日はゴールキーパー野沢大志、ブランドンです。センターバックは木本が入って森重と組みます。左にバングーナガンデン、右に白井、ダブルボランチは出場停止明け小泉とコウ、トップ下の中川、左に俵積田、右に安西、トップ真ん中にはディエゴ・オリベイラです。荒木も戻ってきているサブです。森島がなんとか体入れながらですが、これちょっと短くなりました。小泉スペース、安西足元ちょっと深く入ったか、右越してきて白井マイナス、俵積田吉田の浮き球、裏のスペースは森島のスプリント、森島が追いついた、あただバングーナガンデ体入れました。コーには内田が激しくいきます。狭い局面、バングーナガンデこぼれたところは永井が入れる、それでも森重、ただもう一度倒されたが PK か、内田が倒れました。飯田慎はペナルティーアウトを刺しましたね。PK ですね。キャスパーユンカー先制、名古屋グランパス、怪我から戻ってきた名古屋の貴公子、 PK で先手を取りました。名古屋グランパス、ユンカーの今シーズン初得点です。そのプレーになるかどうか、いいボールが出た。前半ラストプレー、追加点は三國ケネディエブス、今シーズン2点目、前半最高の終わり方、名古屋グランパス2点取ってみせました。オフサイドですか。得点取り消し、まあギリギリだと思うんですけどね、肩ですかね。そうですね、安西は左にさばきます。タボラツミタに通りました。内田との1対1、右で持って上げてくる中川がいる、逆サイド、白井康介も飛び込んできましたが、松木と荒木 U23 代表コンビが戻ってきました。松木と荒木が並ぶような形で前線張っていますが、安西のところは川面が取ります。速い球だし、胸で落としてユンカー前向き、右で森島も来る、左の泉を使ったマイナス、グラウンダーで来るユンカー、2点目ユンカー、戻ってきたユンカー、やっぱりユンカー、今日2点目、左の泉の崩しから足元ユンカー左足振りました。大きな大きな追加点、キャスパーユンカー、名古屋2点目です。まあ、このコントロールが早かったですね、難しかったですけど、はい、相手もいたんで、この至近距離からのパスを、まあ、ちょっと浮いたんですけども、逆に浮いたのが良かったかもしれないですね。あ、なるほど。中央、稲垣が回収しに行きます。ダイレクトで入れる、ニアでスルーしたユンカー、ハットトリック、キャスパーユンカー戻ってきた。キャスパーユンカー、なんとなんと先発復帰に応えるハットトリック。これまでの怪我の悔しさ1試合で晴らしてみせました。この稲垣のボールもニアサイド速いボールで、ここからのヘディングやっぱりこう難しいんですよね、はい、
この後預けてからの、まあ、空いたスペースでしっかりこう入ってきながら、はい、ここも1回抜け出してマイナスボールですね。まあ、シンプルな攻撃ですけど、ここスペースが空いたところよく逃さなかったですね。はい、パトリックもいる。ニアで来る。流れた。かき出して試合。松木、その後ろのバングーナガンで松木は前のスペース走りません。松木が入れ替わった。バングーナガンで逆サイド、白井のスプリント、その白井がいる。3対1で FC 東京を下しました。